じゃあ祝日の土曜日からで、まだ行楽の運勢が高かったんだよな。うん。じゃあまずは記者活動でもやっとこうかな。あ、なんか早速ハバチャのイベントが発生してしまった。ハバチャ編集部からメールだ。こういうイベントって記者としての経験に応じて発生するって考え方でいいのかな。たくさん記者活動をやってきたからこういうのが発生するんだよね多分。羽ばたきキャンプ場でフィッシング大会開催中か。せっかくだ取材に行ってみようかな。フィッシングか。りょうたが釣り好きだったよな。まさか。うわすげえ大自然来た。これ結構遠かったんじゃないの。確かこの先が大会会場だったはずか。早いよ見つけるのが。りょうくん、え、りょうくん、どうしてここに。お前こそ何してんだよ。ほんと神出鬼没。いやまあ今回はそうかもしんないな。毒ガワラがここにいることの方が不自然だもんね。彼は趣味で来てるけど、もう私はハバチャのアルバイトだよ。取材するのはいいけどさ、俺マジだから邪魔をすんなよ。いや私もマジだわ。大騒ぎすると魚が逃げる。仕事だぞ。分かってます。フィッシング大会の出場者はキャンプ場奥の会場に集合してください。うん、出場者なんだな。じゃあ行ってくる。うん、頑張ってね。りょうくん頑張ってね。たく、やかましいやつ。めちゃくちゃ嬉しそう。すげえ嬉しそうじゃねえか。そっか、そんなに釣り好きだったか。おー、わーすごい、りょうくんまた釣れたみたい。なんか帽子かぶると髪つぶれるからさ。前髪めちゃくちゃ長いな。そっか、こんなに長かったか。前髪長いってなんかたびたびいじられてきてるけど。これはいじられるわ。うん、でもなんか楽しそうだな。よし乗った。調子良さそうじゃん。ふふ、すごく楽しそう。りょうたの知られざるプライベート。りょうくん優勝おめでとう。優勝、すごっ。サンキュー。これはハバチャのインタビューってことにしとこうか。あ、そっか、じゃあちょっと取材っぽくフライフィッシングについて教えてください。あ、そういえばなんかフライフィッシングで思い出したけどさ、なんか前回の動画でフライフィッシングが趣味のキャラ過去にもいなかったっけって話してたんだけど、あれアトベだったわ。あのテニスの王子様のテニスの王子様のアトベというキャラクターがフライフィッシングが趣味っていう設定があって、俺アトベのことをときメモのキャラだと勘違いしてましたね。適当なやつ。ごめんね、適当だったわ。フライフィッシングはイギリスで生まれた釣りで、フライっていうハムシに似せたルアーを使うんだ。ちゃんと喋ってくれてる。そっか、イギリスなのか発祥が。だからアトベも好きなんだな。普段魚が食べている虫と使っているフライが合えば今日みたいに釣れる。なるほど。そう、アトベもイギリスで暮らしてたことがあるんだけど、だからフライフィッシングのフライって虫のことなのか。そっかそっか、釣れる理由があるんだね。もしかしたらお前の吸引力が魚にも効果あっただけかもしれないけど。それちょっと詳しく教えてもらっていい？私の吸引力とは。じゃあちょっと待ってろ、荷物取ってくる。え、いや教えろ吸引力について。ふふ、りょうくんご機嫌だな、優勝したしな。いつかフライフィッシング教えてもらいたいかも。あ、でもこれはいい記事書けるんじゃない。うん、一緒に帰ったりしたのかな。ふう、できた。うん、いい感じ、楽しんでもらえるといいな。優勝者にインタビューもできたし。それじゃあ送信、功労先生も満足してくれるでしょう。あ、じゃあ配信されてるのかな、もう。ハバチャ増刊号。羽ばたきフィッシングカップ、先日羽ばたき山キャンプ場で開催された羽ばたきフィッシングカップにお邪魔してきました。
優勝したのは雑貨屋指紋のカリスマ店員の風間亮太くん。海外生活をしていた時に経験を積んだというフライフィッシングのテクニックをたっぷり見せてくれました。それにしても魚を釣り上げた時の風間くん、とっても輝いてますね。写真撮ってたんだなこの時の。なるほどね、これ無断で載せてないよね、亮太に許可取った？え、じゃあなんかその写真載せれたりしない、このフォトフレームに。あ、クイズ王ダーホンガール、カフェドン後輩も。え、あー、フィッシング亮太はないか。え、なにこれ、すげえいいじゃん、3人のやつ。あ、これにしよう、フォトフレーム3人の写真。いやっていうか毒ガーラも入ってってほしかったな。じゃあ4人で撮った写真飾ってほしい。じゃあこれ今日デートだけど、このデートって単独で誘ってもらったやつだよね、ダーホンに。うん、今日いっくんとデート、個人デートだ。じゃあ服装変えないとな。まだパーカー着てても暑苦しくないか。まだ夏ではないよね、春だよね。じゃあそうね、誕生日プレゼント、あ、でも誕生日プレゼントはつけててあげようかな。ボトム変えるだけでもいいか、スカートにして。これで行こう、一つ変えるだけでいいはずなので。あれ、いっくんはまだ見たい。あ、珍しいね。ん、いっくん遅いな。うわ、またさまよえる子が一人。どうした？大丈夫、俺がついてるから。怖違うパターン来たな、金ジャケとは。あ、さまよえる子が一人君は今迷ってる。え？だから扉を叩いたんだ。はあ。あとは踏み出すだけ。はあ。さあ、一緒に。はあ。そうなのかも。俺も俺も。ちょっと邪魔しないで、ダホン。今扉の話してるから、この人と。え、イくん？俺も一緒に行って扉叩く。あ、そっか。ねえ、いいよね。みんなで行けばいいか。どうしたの？いいよね、お兄さん。喧嘩はしないようわー、いい。やっぱ前見た時も良かったけど、このなんだよお前、俺は一人しか相手できないんだよ。そんなこと言うなよ、みんなで叩こうよ扉。ゆうきちゃん、俺に譲ってくれるよね？はあ。ん？もう一回見つめてもいいかな、別の場所の方がいいか。もう一回。大丈夫だからこの時は同じ場所じゃない方がいいの。ごめんね、同じ場所じゃない方がいいのかな。あ、どうぞ。はいはい、お相手よろしくお願いします。ん？ちょっとこれスキンシップで中で止めちゃうのもあれなんだけど、せっかくできるからな。なんか男らしいセリフ聞けたりするし。手握ってた方がいい。うわー、だー、ちもういい、どう見てもお前迷ってないだろ確かに迷いとは無縁の人間かもしれない。あ、行っちゃった、扉叩きたかったのに。イックンどうもありがとう。ううん、うん、遅くなってごめん、間に合ってよかったよ、君が扉を叩きに行く前で。扉は叩きたかったけどな、ふふじゃあ気を取り直して行こう。行こう。あ、どこ行くんだっけ、誘ってもらったんだよな。あ、うん、イベホだ。なんかみんなの期待感伝わってくる、俺たちも行こう。お笑いだったっけ、前行ったことあるよね、別のタイミングで。俺たちの準備完了、もう始まってもいいよね。うん、ふふ、うん。どうしたの？手繋いじゃおっか。俺、君と手繋ぎたい。いい？うわーだー、だーだよ。で、これ前見たよな、なんか伝統芸能がどうとか、あなたに幅寄せ、これは最高でいいはず。前行ってから今日に至るまで感性変わってたりしないよね、ダーホンの。今日最高だったね。うんうん、いいよね、君ならわかるって思ってた。やったね、バッチリ好印象は前やったからね。うん、じゃあ今度はこっちの手繋いじゃおっかな。君も緊張してる？いや、もう緊張してないけど、イベント終わったし。よかった、楽しんでくれたみたいだね、その顔見て安心した。そして今度はまたこっちの手繋いじゃおうかな。
ねえ、交互に俺も握り返していいの？ああ、ねえ、時間ある？寄り道してこ。消えそう。ニフラム食らった雑魚キャラみたいに。やったー。じゃあ行こ。じゃあ今度はこっちの手握っちゃおう。で、繋ぎたい。いい？両手繋いちゃってるからね今。握り返していいみたいなこと言ってたじゃんさっきも。繋ぎっぱなしよ。さあ何聞こうかな。いや、手つなぐ関係はもう付き合ってるからね。一句について聞く、私の存在について聞く、グループ、もう全部聞きて。いずれ全部聞けることになるかな。まあまだまだデートする機会あるからそんな焦ることないのだけど、私の存在についてってどういうことだ。私の存在について聞く。最近りょうくん、七つ森くんと、もうなんかその話ばっかしてんな最近。私たち4人でいることが増えたよね。一緒にいると楽しいからね。男子の中で私だけ、周りから見るとやっぱりおかしいのかな。そうだな、みちりとひかるも入れようよ。急にどうしたの？みんなで仲良くしようぜ。誰かがおかしいなんて言ったの？いや、そんなことはないけど。あ、うん、そういうわけじゃないんだけど、でも悪い女だとは思われてるかもしれない。3人をもてあそんでる。そういう、そう思ってる人も中にはいるかもしれない。うん、そうだね。君は俺たちの中ではハブ的な存在なんだよ。ハブ？ヘビ？ハブって言ってもヘビじゃなくて。あ、じゃなくて、ほら、ハブ空港とか言うでしょ。ああ、そういうハブね。つなぎ合わせるみたいなやつね。複数の拠点を結ぶ結節点としての役割、うん、それがハブ。ああ、なるほど。3人をつないでるのが毒瓦。ああ、まあそっか、そう言われたらそれはそうだね。そう言われると違和感なくなるな。りょうくんやみーくん、それに俺ってさ、趣味や考え方も違って、普通だったらあまり接点がないんだ。でも勝手に仲良くなってたじゃんみーくんとは。なのに君という存在が間にいることで違和感なく一緒にいられる。 あくまで俺の考えだから、二人に聞いたら全然違うって言われるかもしれないけど。どうかな、似たようなことは考えてんじゃないの。ただ二人も俺と同じく君を不可欠な存在だと思ってる。これは確実。まあ少なくともりょうくんは確実かな。これで不安な気持ちは吹き飛んだ。あ、不安に思ってるっていうの分かってくれたんだ。優しいな、いっくん、ありがとう。ああ、不安を拭うためにこうなんか真面目に話してくれたんだね。ありがとう、送ってくれて。俺もありがとう。ゆっくり話せて楽しかった。じゃあまた。ん？最後はどっちの手にしちゃおっかな。じゃあこっち。話したくないや。つなぎっぱなしだよやっぱり。こいつら。一句に送ってもらっちゃった。軽いのよこの感想毎回。さて、お、あ、メッセージかな。一くんからメッセージ。今日はありがとう。またね。だって。割とあっさり。うん。今日は少し一くんと近づけたかも。これ以上近づきようがねえよ、もう。さて、5月になりました。なんか新しい記事あるかな。羽ばたきニュース。フリマだー。まあ、フリマはいけただでいいかな。うん。よし。じゃあ、あれ、運勢はどうなったんだっけ。行楽タイムがもうちょっとで終わりそう。次恋愛か。まあ魅力もまだ上げたいんだけど、でもそうだな、記者活動をもっとやろう。行楽がいい時は記者活動を優先度高くしてもいいかもしんないな。さっきのフィッシングみたいなイベントも見れたりするし、パラメータ的にもまあバランスよく上がってくれるのは今嬉しいかな。あ、祝日か。どうしよっかな。まあダーホンはこっちから誘わなくても誘ってくれると思うので定期的に、あの3人もそうだし、祝日も思いっきり記者活動しちゃおっかな。頑張れ。あ、いらっしゃいませ。あ、もうこの場所はナナ君だな。ふう、ハバチャの取材は一休み。喉乾いちゃった。そっか、ハバチャの取材っていうのと、
ああちゃんとリンクするんだ。きた。お疲れ。お疲れ。お互い仕事ってことだね。じゃあ、七つ森くん、今日はお仕事？ああ、お互い働き者ですな。ですな、ゴールデンウィークに。ふふ。ハバチャの新人記者だっけ？新人つってももう2年くらい経ってんだけどね。まああんまりやってなかった時期もあったけど、もう新人じゃないだろ。そう、羽ばたき師のことや暮らしをたくさん見て楽しいことを記事にするの。へえ。で、今日の成果は？本屋のバイトもしてすごいな。結構すごいな、徳川らも。活動量で学業もそこそこ優秀だし、メモにざっくりと書いておいたからここでまとめようかと思って。じゃあ邪魔しちゃ悪いな。俺も鳥の時間だし、そろそろ行くわ。あら、あんまり一緒に入れなかったな。お仕事頑張ってね。そっちもな。じゃじゃ。いやー、なんか適度な距離感好きだわ。よし、私も取材メモをまとめるぞ。本当にただ喫茶店で会っただけってイベントだな。でもなんかこういうちっちゃい描写は嬉しいよね。こういうちっちゃい描写ほど嬉しかったりするような。俺だけかもしれんけど。あー、ブーが出ちゃった。祝日だったのに。あれ、電話、ミチルから。ミチルから？珍しい。ミチルからの場合は警戒しなくていいのかな。ヒカルの場合は爆弾のお知らせの時あるけど。もしもし、マリー、今大丈夫？どうしたの？うん、どうしたの？急なんだけど、今からショッピングモールに付き合ってもらえないかな。いや、それは全然いいけど。なんだろう。ありがとう。それじゃ現地で待ち合わせしましょう。いや、なんだろう、このミチルの語尾が可愛いの。わかった、じゃあまた後でね。あれすげえ好きだな。大丈夫？耳。ん？やっぱりショッピングは一人よりも誰かと一緒の方が楽しいと思って。本当にただマリーと一緒に買い物したいって思っただけなの？悩んでもアドバイスがもらえるし、お互いの好みも知ることができて、お話も弾むし。まあ毒ガーラももう極めてるからな、ファッション。今だったらもうミチルと同じレベルで会話ができんのかもしんないね。ファッションレベル5だから。そうだね。ただちょっと買いすぎちゃったかな。あらあら。ふふ。まあ今日はよしとしましょう。マリーのおかげでいいものにたくさん巡り会えたんだものね。なんか前に光に誘われた時みたいにステータスちょっとだけ上がるアイテムもらえたりすんのかな、これ。うん。ねえ、こういうのは好き？どれ？それってショッピングバッグ？そう、限定ものが運よく2つ手に入ったから、今日のお礼にもらってくれる？いいの？もう受け取らないことないだろ、絶対。受け取る。うん、ありがとう、大切に使うね。どういたしまして。お揃いで使いましょう。とてつもなく嬉しそう。好かれすぎなんだよな、ミチルにもヒカルにも。限定ショッピングバッグをもらった。あ、でも流行が上がんのかな、ステータス。なんだかおしゃれに強くなった気がする。それじゃあ今日はここで。またね。またね、ありがとうミチル。またね。いや、でも流行もう間に合ってんだよな、だいぶ。流行すげえ高いもん。あ、いや、え、あれあれ、気配りこんな高かったっけ。いや、こんぐらいあったか。あれ、何が上がったんだ、わかんねえな。でもどれかしらのステータスが上がったんだろうね。でもなんか全部3桁になったな、今初めて。記者活動頑張って。いやー、なんかなかなか優秀になった気がする。また楽しみだね、次のテストが。でも要求ステータスも上がってくるからな。今恋愛運が高い。じゃあ魅力だな、魅力上げよう。魅力頑張ってあげて、そろそろまたあの3人から誘われたりするんじゃないの。あ、下校だ。ん？あ、うん？今日はハバチャの発売日だ。なんかハバチャが絡むこと多いな、今回。本屋さんに寄ってみよう。本屋ってことは、ダホンかな？ゆうきちゃん、ん？ごめん。どうした？売り切れた？ハバチャ。あ、いっくん、どうしたの？ハバチャの最新号、ついさっき売り切れたよ。ああ、残念。あ、そっか。でもよくわかったね。そうだね、まだハバチャの話してねえじゃん。店来たばっかで。お見通しか。はあ、
実は君の分一冊ここの隙間に隠してたんだ。そこ？この本棚いつも来てるけど。え？だ、でもごめん、書店員の俺と君の友達の俺が喧嘩して。これ多分だけど雑誌が入っている類の棚じゃないだろう。全然違う棚。書店員の方が勝っちゃった。まあそうなっちゃったか、仕事熱心だね。良いことよ。そっか、でも書店員さんとして正しいよ。はあ、この辺にもう一冊挟まってないかな。ハバチャは電子版ないの？ふふ、ありがとう、一君。でもなんか電子版を見てんじゃないの、あのいつものさ。じゃあ今日はここまでだ。部活、寄り道、直帰、なんでもいいけど気をつけろよ。はい。か、ちょっと帰りに園芸部の畑に寄ってくれ。なんだ、なんか食わせてくれんの？トマトとか。トマト食わせてくれる？うん。お、初めて見るこれ。うん、これダーホンでいうね、本屋で本棚触ってるやつだよね。やっぱな、ちょっと疲れてるんじゃないか。え、私？あ、ストレス溜めたからか。そう、なんか意図的に今ストレス回復させないでやってるけど、こんだけ好かれてたらダーホン看病来るだろうってことで。そんなことないですけど。いいから深呼吸してみろ。ほう、すふう。もう一回すふう。植物の葉っぱには匂い袋があってな、虫は嫌がるが人にはリラックス効果があるんだ。あ、その効果を与えようとしてくれたの？いつも一生懸命なお前はかっこいいけど、たまにはのんびりも必要だ。はあ、あ、はい、よく見てますね、先生は生徒のこと。それとも私だけってこと？よし、じゃあもう一回深呼吸してから帰れ。はい。あれ、少し体が、え、今の音はあれか、実際にストレスちょっと減ったのかな。少し体が楽になったかも、先生のおかげだよね。どう、ストレス？あ、ちょっと下がったかも、さっき60以上あったもん。あ、いたいた。まあ一回限りだろうけど。あ、ダーホン、どうした？あ、ランチかな。え、みんなどうしたの？ねえねえ、これから学食でランチするんだけど君も来ない？うん、二人だけで来た場合はランチ、わかってる。先読みできてる。やった、じゃあ急ごう、早くいい席取らないと。ダーホンとミー君か。だからなんかこの間はダーホンが捕まんねえみたいな話してたけど、リョウ君とナナ君で来て、今日は何を食べよう。いや、どうせ見せてくんないからな、ハバ学定食見せてよ。まあでもなんか別のを選んだ方が良かったりするか。じゃあクソデカカルボナーラで。たまにミチルが食べてる、今日はカルボナーラにしよっと。いいな、学食。ああ、やっぱカルボはいいな。俺もだいぶ悩んだんだけどさ。メニューについて発言してくれたりすんだ。っていうかお前足りるか、それ。こないだもそれじゃなかったか。いや、甘いもん好きなのはいいけど食事だろ。うん、カルボとそれで悩んでたってこと？俺も悩んでたんだけどさって。カルボナーラとそれの間で揺れることないだろ。それじゃあいただきます。いただきます。今回はリョウ君がいない理由なんかあんのかな。リョウ君かわいそうだったね。何、どうしたの？仕方ない、日直の定めだし。ああ、そういうのか。たまにお昼休みに仕事頼まれることあるもんね。だいぶ後ろ髪引かれてたな、あの顔は。でも3人でランチ行ってこいって言ってくれたよね。え、リョウタが？リョウ君優しい。ふふ。ま、あとで愚痴を聞かされるんだ、俺たちも覚悟しとかないと。もう2人もリョウ君のことをだいぶ理解してる、様子だね。そうだね、バーっと言いたいこと言った後のリョウ君はご機嫌になるし。確かに可愛いとこあるんだよあいつもさ。それは知ってるけども。うん、可愛い。この二人にも見透かされてんのか。いっくんとなら七つ丸くんに可愛いって言われてるなんて想像もしてないんだろうな。いや、いい、これもっと誘ってほしい、ランチ楽しい。耳大丈夫？マリー、うん、
ミチル、どうしたの？一緒に帰りたくて。うわ、どうかな。待っててくれたの？メールしてくれたらいいのに。あ、今時期的になんかあるか。ねえ、テストが近かったりしたらもうすぐテストだねとかあるけど、今あんまないか。時期的にお茶して帰ろっか。素敵な提案。たくさんおしゃべりしましょう。する。いや、なんか俺ミチル好きだな。ところでミチル。何？あ、全然聞いたことないね、ミチルにはこの手のやつ。まだ浅い質問しかないな。たくさん選んだら深い質問になってくけど、あー、好きなスポーツか。スポーツやってんのはヒカルの方だからね。ミチルはなんかあるかな、好きなスポーツ。ミチルはどんなスポーツが好き？スポーツはしないかな。観戦はヒカルとすることがあるよ。ああ、そう。どういうの？同じ人やチームを応援しているときはいいけど、別々に分かれたときはバトルになっちゃう。ふふ、仲良しでいいな。まあそうかな。最近2人で定期的に観戦してるスポーツがあるんだけど。何？へえ、何のスポーツ？髪型は美しく整えられ、まとう衣装は絹の布のみ。相撲ね。2人の力と技がぶつかり合うの。相撲ね。それってはあ？いや、相撲だと思うけど答え合わせはしようよ。なんであそこで終わんの？なんだこれ。まだ恋愛運ですね。魅力魅力。あー、でも運動がせっかく3桁だったのに切っちゃった。まあまた運動、健康運がいい時にあげるけど、まあ今は魅力かな。あー、でもなんか最近誘われないな。なんかどうせすぐデート誘われるだろうって誘われ待ちしてたら。まあでもまだそんな焦ってこっちから誘うほどの時期でもないか。うん、ステータス上げも大事なので。休日も魅力、平日も魅力。魅力も上がってきたね。ちょっと前までは弱点だったけど。次の授業は理科室だよね。もう先生いるかな。早めに行ってみよう。理科室、あ、生物の先生だもんね。あ、先生と矢之助くんもいる。あれ、なんかこれ前なかったっけ、あのスライドする黒板が機能的で美しいみたいな、クソみたいな会話してたのか。早いじゃねえか。あれの続きか、これ。先生と矢之助くんは黒板。そう、それそれそれ。黒板のお話ですか。はい、本当に優れものです。まだ言ってんのかお前。毎週この後はあなたのクラスが理科室なんですね。本当に黒板の話してたの、いまだに。そういうことだ。授業の内容もほぼ同じだから俺も楽々。効率的な時間割ですね、あの黒板と一緒。よほどお気に入りだな。でも黒板は毎回消されてますよ。そこまでは楽しないよ。板書するタイミングも重要なんだ。うんうん、それわかります。同じ舞台でもセリフの間やタイミングはお客様の反応で変えたいものです。まあ共通点はあるのか。なるほどな。教師と役者は意外と近いのかもな。まあそうね、先生だって同じ授業何回も何回も繰り返すんだもんね。先生の演目だよな。生徒がお客様ということですね。ああ、生徒を退屈させちゃいけないと。ふふ、面白いですね。そろそろ開演の時間ですよ、三影先生。お、教団が俺の舞台だな。始めるか。仲いいなお前ら、そんなに仲いいの。はい、じゃあ僕は別の会場でお客様になってきますね。そろそろ生物基礎開幕だ。おお、楽しそう。開幕？ミカゲッチどうしたの？男子生徒も呼ぶんだな、ミカゲッチって。私呼ばせてくんないのに。ふふ、先生役者さんになったつもりみたい。今だったらいけるかな。それよりナナくんの呼び方変えたい。あ、来た。来たな、お誘い。でこの3人とのデートをした翌週に単独デート誘ってくんでしょ、ダーホンが。俺もういつもの流れだから出来上がったな。今度の日曜予定って空いてる？超空いてる。風間とダーホン連れて森林公園に行くんだけど。
あんたも来る。なんか最近やたらのどかなとこ行くな。前回遊覧船だったからね。最初のライブハウス不評だったのがすごい気にしてんだな。知らんけど。いや行く行く。で、私が行かなくても3人で行く予定なんだもんな、これ。この感じだと3人で公園行く。じゃあ公園入り口で待ち合わせね。ああ、ちゃんと来いよ。こん時一言も喋んねんだよな、ダーホンは。みんなでお出かけか。楽しみだな。楽しみだね。あー、おもろ。3人で森林公園行ってんの。今週はバッチリ頑張ったよね。目潰しちゃうんじゃないこれ、ダーホンの。さすがに潰れないか。でも眩しい。潰しちゃった。最近の君、おしゃれに磨きがかかってるね。わかる？やったね。じゃあどうしよっか。まあデート行って終わりにしようか今回は。そうやな、直近の予定は、あ、そうだそうだ、6月には体育祭があるんだ。まあ運動も決して低くはないからね、今や活躍できるでしょう。じゃあデート、なん3人デートはもうこれでいいや。でもなんか最近つけっぱなしだな、ダーホンにもらったあの布ね。ちょっと早く着いちゃったかな。あれ、みんなもう起きてる。いや、もう同じ会話あるある。もうわかったわかった。目覚まし2個ね。ああ、今日は目覚まし2個か。はい、目覚まし2個。俺も目覚ましが鳴る前に起きたけどね。鳴る前に起きた。で、りょうくんは夜明けとともに起きた。甘いな、俺は夜明けと。はい、オッケーです。だー、いいな。いつものだ。そうそう。で、公園で何するつもりだこいつら。あれ、あそこに人がたくさん。ああ、多分あれは撮影。あ、わかる？撮影？モデルさんの？そう、ここはオールシーズン、いいロケーションだから。そっか。へえ、あの女性がモデル？綺麗な人だね。きっとそうだよ。あれはスタイリスト。え、うちの事務所の人だよ。え？モデルは椅子に座ってる子。子供？ああ、ここならキッズの写真も映えるだろ。なるほど。あ、そっか、子供は自然が大好きだもんね。なんかダーホンの言う子供が自然好きの意味がちょっと違う気もするけど。でもあのスタイリストさんがいるってことは今日の撮影は力入れてるっぽいな。そうかそうか、わかるんだな、自分の事務所の人だから。ということはあの女性はすご腕のスタイリストさんなのかなってことだよね。終わった。撮影の話して、ただ公園お散歩して終わった、4人で。いや悪かないけどね、楽しいだろうと思うけど、それわざわざ誘ってくれんのなんかいいな。あー、楽しかった、今日は誘ってくれてありがとう。ああ、たまにはこういうのもいいな。本当にお散歩だもんね。だな、きっとこの4人だからだよ、すごく楽しめたのってさ。そうね、かもな。次の計画も立ててみるわ。いつも悪いね。そんじゃ今日はここまで。いつもナナ君に予定立ててもらって。で、アフターね。来るぞ。来た、ゆうきちゃん。いっくん、みんなもう帰ったよ。もう分かってんだろ、お前もいい加減。そうそう、だから来ちゃったよ。え、ねえ、この後時間空いてる？二人で遊びに行かない？今日はどこに連れてってくれるのかな。さあ、よかった。あのまま帰ってたら俺今頃後悔してるし。別にもういつでも会えるだろ、今の関係だったら。勇気出して正解だったよ。じゃあ早速行こう。うん、行こう。ふふ、うん、どこかな、またあの公園かな、いつもの。え、あ、クイズゲームの新バージョン入ってる。ゲーセンか、クイズゲーム。ねえ、ちょっとだけ。だー、やっぱなし。なんだと？君と来てるのにクイズに熱くなってちゃダメでしょ。いや、いいよ、好きなことをやってんのが見たいもん。勝負してやろうか、クイズ。え、いいよ。
絶対勝てねえけど。君にまで寂しい気持ち味わわせた。いや、前ゲーセン来た時もやったじゃん、クイズゲーム。君にまでまで、ん、あ、妹さん、うん、実はさっきちょっとそういう気持ちになっちゃってさ。ん、どういうことだ、見えないな。さっきって、ああ、みんなといた時な。仲間外れとかじゃないよ。りょうくんもみーくんも優しいし、そんなこと絶対にしないから。ただ君が二人と話してると焦りというか不安な気持ちになってさそういうのがあるから、多分奈々くんが誘ってくれるとき一言も喋んないんだよね。みんなで遊べるのは楽しいけど、今日の俺そういうのがあると、ね、多分変。いっくん、でも安心して、今は嬉しいし楽しいから目いっぱい遊ぼう。いや、ちょっと色ぼけしてきたな。でもなんか控えめだな。本当にキャラクターによってはもっとやべえ色ぼけの仕方するんだけど、多分なんかこう、なんか多少色ぼけしても全然ナチュラルの範囲内で、なんかやっぱいいな。ありがとう、送ってくれて。俺もありがとう、ゆっくり話せて楽しかった。じゃあまた。どうしたの？じゃあ最後見つめちゃおうかな。俺と同じ気持ち？いつも確認するね、それ。わからんよ、君の気持ち。一君に送ってもらっちゃった。さて、じゃあまあ一旦今回は終わりにしましょうか。ああ、今回も充実してましたけど、いやでもなんかステータスが上がってきたわ。嬉しい。これクイーン狙えるかもしんないね。運動をもうちょっと底上げする必要あるけど、また運動運上がってくるはずだよな。健康運か。あ、勉強の後が健康運だね。まあ一流大学まだまだ厳しいって進路指導の時言われたから、学力ももっと上げる必要あんのかもしんないけど、これ大変ですね。まあこの調子でまた次回も、でもなんかいろいろと何かとうまくいってる気がするので、この調子で進めていきましょう。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。